青山学院大学 SDGs 人材開発パートナーシップ研究所の所長をしています玉木と申します。今日は SDGs の地方創生の実態調査を独自にしてまいりましたので、皆様にこの報告をさせていただきたいと思います。それではですね、全国の自治体の皆様が SDGs の活動支援をどれほどしているのかということをして、実際に SDGs 認証制度の実施状況を把握したいというのが私たちのリサーチのポイントです。この制度の構築にあたって3つの制度モデルというのがありました。まず宣言をするというのは、自分のビジネスとこの SDGs を結びつけるという宣言をする自治体の皆様の登録制度に自分がエントリーするというのが登録。自治体に設けられた第三者機関がこの登録に従って認証する。全部やるのか、どのステップでとどめるのかは自治体の皆様が自主的に決められるというのがこのガイドラインです。一番重要なことは、地域にどんな課題が起こるのか、どんな問題が起こるのかということを把握したかったわけです。この度アンケート調査を一緒に企画し、また発表してくださるのはこの方です。地域の中小企業の SDGs 活動を促進する、支援するためにどんな活動を行っていますか。ホームページでの情報提供、濃い青、すでにホームページで情報提供などしていますよ、 34%。 オレンジ色のところですね、これは令和4年度から実施する予定ですよ。ネズミ色のところ、今後実施を検討していますよ。そして黄色いところが、現在も今後も実施する予定はないですよ。もうちょっと進んでですね、 SDGs 宣言した企業を登録する、あるいは認証するよといった制度、お持ちのところ、青のところが 13% ですね。令和4年度からやるよというところ 8%、約2割ぐらいかなというところです。官民連携の何らかの体制を作っていきたいというところ 17% と 7%。 チェックリストですとか診断用のツールを提供しているとか、専門家を派遣するとかですね、取り組み補助金を出そうとかとなりますと、かなりパーセンテージが低くなっているという現状ですね。必要な知識、ノウハウを有する自治体職員の確保育成ということで、自分の組織の中で、ちゃんと知識を持った人を確保する、育てるということが課題だなということが浮き彫りになりました。外部の力を、借りるとしたら、一番多かったのが大学研究所研究者ということですね。それぞれ自治体さんの規模とか能力、政策の方針などによってニーズが分散しているということかなと。個別の自治体ごとにですね、詳しくニーズを把握して必要な支援を行っていくのが一番有効かなというふうに考えております。